シアルブラザーズ。イン、サタンの部屋。リョウカの件はモンストニュース要素をやってくってやつで。さあ、というわけで今回も毎週恒例モンストニュース要素をやっていくぜ。で、これはあくまで予想であって、みんなとワクワクしながら明日のモンストニュースを迎えるためにやってるから、そこはよろしく頼むぜ。オッケー、早速やっていこう。さあ、というわけでまずは去年のモンストニュース振り返っていくぜ。去年の9月15日のモンストニュースは、超究極祭パンデモニウムが発表されたということで、はい、去年の9周年目前は超究極祭やプレイバックガチャがあっていろいろあったけども、まあ、今年はどうなるのだろうか。はい、ということで去年の主な内容を見ていこう。はい、超絶ゼクスさん発表。はい、いいですね、やってきました。はい、お次はホップステップ限定ガチャ開催ということで、去年はこの9月のタイミングでやってきたぜ。はい、今年は1ヶ月前の8月に開催されました。はい、お次はプレイバックガチャ開催ということで、毎年恒例のプレイバックガチャ。はい、これはどういうものかと言いますと、限定キャラを含む星5以上のキャラクターが 24% で排出。で、ガチャバットというものがありまして、これを使うことによって、引き直しをすることができると。はい、で、このガチャワットは、こんな感じでミッションクリアするともらうことができる。まあ、要するに、引くまでに準備が必要なんだよな、このガチャ。まあ、でも引き直しができるということで、お目当てのモンスターにいつもより近づくことができるのかなというふうになっているぜ。はい、というわけで、お次は、超究極祭パンデモニウム。はい、ここで超究極祭が初登場しました。パンデモニウムさんが初めて。はい。いや、まあ、当時かなりインパクトあったよな。超究極祭って何なのというところと、すげえ色鮮やかな、結構イラストのいいモンスターが出てきたから、これ何なのとなっていたんだけども、まあ、今年超究極祭セーラームがあったから、まあ、簡単めに振り返っていくぜ。はい、この超究極祭どういうシステムかと言いますと、クエストが5種類ある。で、これは、同じ構成で属性だけ違うというもの。はい、各属性で20体集めると運極になりますよというもの。はい、で、クリアボーナスがある日もあって、それクリアすると、まあもっとね、集まりやすいというものだったんだけども、まあこれってよ、まあ、斬新なシステムだけど、その各属性に増えたことによって、少しでも適性持ってなかったら、かなり運極困難だったんだよな。だから、まあ、各属性で30体とか40体集めれて、自分の苦手な属性はやらなくても済むよとか、そういう風にしてくれたらいいのになと思って、セーラム発表時にそこで期待していたんだけど、それはやらないみたいね。はい、というものでした。はい、今年はどうなるのか。はい、お次は新イベントを悠久のエルフヘイム3見ていこう。はい、まずはピニャコラーダ。はい、3ギミック対応していて、そのうち2つが超アビ。SS 短短式で早く撃てるこの SS が、2段階目で味方3体触れると 4.5 倍とすげえ火力出していける。で、回復と調教状態異常回復ブラストで防御面も OK。超絶機弾も高難度では一発ボーンとね、ギミック無視してダメージが入る場合もある。はい、というところで、まあ、ハマるハマる言われてなかなか適性もらえず、今年超究極風サンザルクで適性を獲得。まあ、でも、そこまでいい活躍とは言えないから、やっぱりまあ、今後ね、期待しているかなというキャラクター。はい、お次はプルケ。はい、というわけで、プルケさん見ていくと、3ギミック対応していて、これが未開の45にドハマり。はい、あそこ3ギミック必要で、さらにすげえ適性少ないから、まあ、この子ね、工場でハマったのはすげえ良かったよな。で、しかも、リコルと相性抜群、コネクトスキル。で、すげえ火力出していける。まあ、超パワーに、超アンチダメージボール、アップポジションキラー、M カウンターキラーと出していける。さらに SS では回復もすることができる。まあ、友情コンボはそこまでって感じだけども、白爆発 EL で誘発できますよ、という感じ。まあ、この中ではね、かなり優秀だったかな、というふうに思うぜ。はい、プルケさん。お次は、重心化スピリタス。はい、すげえ尖ってる。聖戦封じ L。で、超砲撃ゆっくりで、すげえ友情コンボ出していけるし、敵に張り付いて、
バーってね、友情コンボをぶちかませると、で、まあ、友情コンボもね、すげえ威力出していける。まあ、野間クエで活躍したんかな？俺ちょっと野間クエ詳しくないんだけども、そういう点ではかなり貴重なモンスターなんかな。はい、という感じでした。はい、確定パックもありやした。さあ、というわけでお次は、重心化界ローザ見ていこう。飛行がマインスイーパー L になって全体的に殴り火力すげー出せるように、アンチブロックをもらってさらに幅広くいけるようになった3ギミック対応、回復が回復 M になりましてさらに回復できるように、殴りも防御面もしっかりできる、そういうキャラクター。まあでももらった割にはそういうね、いい活躍してんのかなというとそういうわけではなかったんだけども、はい、近畿 EX 不可思議で3ギミックドハマりで適正獲得、はい、ここで評価上昇しました。まあ今後もこういう3ギミックのハマり方あると怖いよな。まあそういうキャラクターでした。オッケー。さあ、というわけでモンストニュース予想に入っていこう。はい、というわけで現在開催中のキングダムコラボだがそろそろ終了を迎える9月後半はどうなるのだろうかということで、はい、キングダムコラボあっという間だったな本当に。いや、すげえ早く感じたわ。まあ、でも、10周年も近いということで、コラボも結構ね、今まで以上にいろんなことやって盛り上げていくんかと思ったら、まあ、キングダムコラボ、本当に普通のコラボだったな。うん、マジで。とか、コブどうみんな。コブちょっと待ってくれ。ほんまか全然当たらん、マジ。60% の2倍の報酬の真のやつ、外したからな、マジ普通に。ほんまかだけ。マジ待ってくれ。ちょっとみんなこれ忘れないように、あとどんな感じだったかね、ぜひコメントに書いてくれたら嬉しいぜ。俺なんなの。はい、というところで9月後半にも入るからね、どんな感じになっていくのか予想していくと、はい、まずはこれだよな。はい、9月の10周年の恩返し、もう後半になろうとしているのに一つも発表しない。で、この左側のこれだよな。なんなの一体。で、毎年この時期に開催されているプレイバックガチャ、はい、これがまだ発表されていなくて、でもシルエットが全然違うんだよな。まあ、このリニューアルなのか、まあ、プレイバックガチャはプレイバックガチャで開催して、この左は新しく開催するというとこなんだろうか。うん、まあ、でもプレイバックガチャも早く発表しないと、ガチャバットの集める期間がなくなるから、まあ、かなり、9月後半混雑するよな。だってさらに、オーブを必要とするタイプのガチャも頻繁に開催されているから、マジでここら辺のガチャイベントどうなるんだろうな。で、まあ言うと、ホップ、ステップ限定ガチャとか、発言確定ガチャ、オールスター感謝ガチャと、まああったよな。で、中には少し変化を加えたものもあって、それがこれ。はい、発言確定ガチャは、まあ毎年年末に開催してんだけど、ここで、まあ2日連続開催。だから結構モンスター持ってる人は、いい限定引けた人もいるんじゃないだろうか。まあそういうチャンスがあったよな。で、オールスター感謝ガチャの方は日替わり属性になっていて、まあ、普段のオールスターよりも、お目当てを狙いやすかったんかなっていうところがあった。まあ、こういう風に何かしら変化加えてやってくる可能性もあると。まあ、だからほんと9月後半のガチャイベント、何をやってくるのか気になるな。はい、というわけで9月後半イベント発表ということで、9月後半は、まあ、おそらく普通の新イベントだよな。で、さっき言った何かしら、まあ、プレイバックガチャなりの特別なガチャがあるくらいで、まあ、10周年前のお休み期間的な感じになるんかなというところ。まあ、今年の雰囲気的によ。まあ、でも、去年を振り返ってみると、その、タイバニコラボでね、すげえ盛り上がってて、なんかタイバニコラボってやっぱり50連無料があったし、ガチャ券がすげえ強かったのもあって、YouTube の全体的な再生数も結構すごかったんだよな。で、さらに、プレイバックガチャも発表されて、あれだよな、超究極祭、パンデモニウムがあったということで、まあ結構盛り上がっていた、このパンデモニウムもイラストもいいし、性能も結構良かったし、その超究極祭のね、やつも結構 YouTube でも再生されているというところで、まあ9周年前をすごく大きく盛り上げてくれていたんかなというところ、だから今年は何もないんかな？本当に普通に行くんかな？ 10 周年前だからな。で、ちょっと怪しいもので考えていくと、まあみんなも薄々思ってると思うけど、今年ってまあ去年開催されていたタイプの、まあ期間限定のクエスト。
のタイプ、まあ、他にもあるよ、他にもあるんだけど、あ、なんか3ヶ月ぐらい前倒しで開催してんだよな。これがなんかね、また新しいものをここら辺で、まあ年末までにドドドって持ってくるためにやっているのかわからんけども、まあそれかアルゴリズムランドとか防獣の研究所かな、ああいうのをぶち込むために、前倒ししなきゃいけなかったっていうのがあるんかちょっとわからんけど、いやでも防獣とかアルゴリズムのために早めたんかな、ちょっとわからんわ。けどさすがにここ9月開くよ、なんか新しいもん持ってくんかな。じゃないとね、さすがやっぱ去年すげえな、去年すげえな、ジョジョコラボ、ワンピースコラボ、タイバニ50連無料、超究極祭パンデモニウムとかね、すごかったから、ちょっとね、今年も何かしら工夫が欲しいかなというところだよな。はい、というわけで皆さんの予想をお待ちしております。あ、そう、なんか、決戦クエストやってないよな。いや、でも決戦クエスト、ここで来てもな。どうなんだろう、このドランフルーツってやつね、この6月の去年のやつ。さすがになんかまあ去年で終わりなんかなあれはな。はい、というわけでこの10周年のところで発表あると思う。まあ最初のモンストニュースで同じように窓巻きみたいに発表して、もうすぐ開催というところなのかな。いやー楽しみねマジ。はい、ここでまあ獣神化会、そして特大コラボの発表、まあまたね動画たくさん出していくな、よろしく頼むぜ。はい、というわけで皆さんの予想を待っている。はい、というわけで獣神化予想やっていこう。桜木イブプズムバルバ、いいからそこに並べ、俺が焼きをしてやるからよ。焼き印がかわいい。勝手に契約すんじゃねえよ。今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。また次の会で待ってるぜ。泣き言って仕方ねえ。